どうして君ら？え？なんで二人が？二人を見つけてきたら、二人を見つけたから追いかけてきたっていうか。追いかけてきた？信之くん、ゲスケくん、今まで避けるようなことしてごめんなさい。私もごめん。それはあんなことがあったんだし、しょうがないよ。私、みんなとボラボラになっちゃった日からずっと後悔してたの。せっかくみんなと仲良くなれたのに、こんな風にお互いを疑い合って関係を壊して。私、間違ってた。一緒に話し合ったんだ。このままドッペルゲンガー退場するのは命が危険があるってことは分かっている。でも私もルイちゃんもオカルト部のみんなのおかげで救われた。だからここで引き下がるわけにはいかないんだ。それに、私たちオカルト部の中にみんなを襲った犯人がいるなんて、やっぱり思えない。だから私たちもまた事件の調査を手伝ってもいいかな？お願い。なんだ、亀裂なんて入ってなかったんや。ちょっとみんな疑心暗鬼になっとっただけなんやな。何一つ関係が壊れたとは言うわけではなかったんやな。もちろんだよ。これでオカルト部4人復活だな。ありがとう。早速だけど、調査の進歩教えてくれない？何か今回の犯人について分かったことはある？それが、一応今回の犯人っぽい人が分かったんだ。え？もう分かったの？それって？この人。そして俺は二人に監視カメラの映像を見せた。誰だろうなって言いたいとこなんやけどさ、俺の推理では、生徒会長。え？え、知ってんの？二人ともこいつを知ってんのか？知ってるも何も有名人じゃん。彼女は最近 SNS でバズってる歌い手さんだよ。わ、でもそう言われてみればさ、生徒会長さ、自由になりたいとか言おったけどさ、自由に歌いたいっていう意味に捉えたらさ、確かになんか 俺もさ、学生の頃は結構真面目でさ、それでもさ、高校の後半あたりでさ、なんか殻を破ってさ、バカやり始めたところがあるんよな。それはちょっと今の刹那圭介という活動に繋がってるところが順ではあると思いますが、生徒会長もそんな感じなんじゃ。わかる、わかるぞ。バズってる歌い手？ほら、この動画。今、これがインスタでめっちゃバズってんだよ。これ、ストーリードライブか？私も生で見たことはないんだけど、この人、見た目も特徴的だし、歌もすごく上手くて有名なんだ。それに、ちょっとミステリアスな一面もあって、ミステリアス。それがね、彼女の年齢も名前も不明のままで、誰もプライベートの彼女を見たことないんだって。そりゃそうだろう。いつもの彼女とは全然、掛け合わされないような状態だもん。だって生徒会長だぜ。表では生徒会長。でも実はこんな感じでストリートミュージシャンやってますみたいなさ。もう見た目が全然違うんだろう。だからさ、言っても信じてもらえるレベルなんだろうな。言ってはないと思うけど。へえ、そうなのか。だから、ファンの間では勝手に、ノーナメって名前で呼んでるんだ。のなめ？変な名前だね。
まっちゃん違うよ、ノーネームで。それは読めろよ高校生。それは読めるだろ高校生。それ中学校やん。中学校で習う英語じゃそれお前。中学校のそれもさ結構序盤の方に習うやつちゃうんかお前。それぐらいの読めろよお前。そういう読み方だったの。ずらたしずっと間違えてた。あでもアーティストだったらさ普通では読まない読み方とかするかもしれんけどさ。読み方するかもしれんけどさ。マチは英語が苦手なんだな。いや苦手どころじゃないよ。よくお前英語追試受けずに済んできたなお前。うっさい私英語な先生に泣きすがってやってきたんだよ。でもなんでこんな有名人がこの学園に。それに今回の犯人がこの人だってことは彼女が今回のドペルゲンガーってことなんだよね。多分インスタでバズった謎の歌い手が今回のドペルゲンガーか。え、まだドペルゲンガー最初から分かってるパターンのやつ。尋問パートで絞り切っていくとかそういうじゃなくて、そんな有名人がどうして理事長に恨みを。わっ、でもそうなるとさ、この人がクミさんだったとしたらさ、このやっぱ生徒会長に仕立て上げたのは自分のなったのは自分の意思じゃなくて理事長が仕立て上げて、いやいややってます、本当は生徒会の職務なんかじゃなくて歌が歌いたいのにみたいな親への反発かもしれんだよ俺。うん、想像もできないな。しかもここまで分かってきたってことはさ、エンターキーを何回か押した頃には出てくるぞ猫彦が。その時だったみたいなのが出てくるぞお前。これエンターキーあと10回ぐらい押したら出てくるんじゃないかな。手っ取り早いのは本人に話を聞くことだけど、ただでさえ謎の存在なんだよな。今ある情報はストリートライブをしていたってことぐらい。どこに行けば彼女と出会えるんだろう。あれちょっと待って、猫彦はえ、まだ出てこんのか。ってことは町に行かなあかんな。へー、ここか。都合よく出会ったりせんだろうな、さすがに。そりゃあさすがに都合よく、あ、いたみたいな感じにならんだろうな。あー、ちょっと待って、適当にクリックしたらもしかしてこれもしかして、さっきの映像にあったんこれ。あったわー、インスタに映り込んどった何気なくクリックした、あれって思え、別にあれとも思ってないけど、何気なくクリックした犬の銅像がヒントだった。彼女のインスタに映り込んでなかった。そうだね。じゃあこの近くで待ってれば彼女が来るのかな。ありえるな。じゃあここでノーネームちゃんを待ち伏せか。どうやって時間潰そうかな。ん、犬の銅像になんか本ポスターが貼ってある。ねえねえ、このポスター見て。何、ライブのポスター。何なの、売れっ子なの、なんかスポンサーいるのこれ。へえ、初めて知った。ってライブがあるの今日じゃない、なんて都合のいい。お、本当だ、なんてタイムリー。あ、タイムリーって言葉は知ってるんだ、英語苦手でも。これはナイスタイミングだな。早速このライブハウスに行ってみようぜ。ライブハウスでやってんだ。ここがそのライブハウス。この中にノーネームちゃんが。早速中に入ろうぜ。うん。ちょっと君たち、今日のライブのチケットは完売だよ。ほら帰った人気なんやな。そんなチケットがないと入れないのか。中を調べるのは無理そうだね。じゃあここで出待ちするしかねえな。それは難しいと思うな。彼女は出待ちしてても
なぜか捕まらないことで有名なの。あ、それあれじゃろ、それはあれじゃろ、生徒会長としてのフミさんの格好で出てくるから、みんなノーネームだとは知らずに通り過ぎてしまうんじゃ。正体不明っていうのはそういうところもあるんだよね。なるほどな。じゃあやっぱりライブハウスで本人に話を聞くしかないってことか。でもチケットがないと中に入れないし。え、まさかここで出てくるか、シローが。シローかしんのすけが出てきて、ほらよチケットだみたいな感じで、なんでだよってなるよ。あとしんのすけよう。え、しんのすけくん、どうしてここに。もしかして私たちを探してたとか。ちげえよ、たまたま近くを通りかかっただけだよ。本当にか。ちょっと照れくさくって嘘ついてるんじゃないの、ごまかしてるんじゃないの。ふーん、そうなんだ。そんなことより、お前ら何か困ってんだろ。うん、このライブハウスにドッペルゲンガーがいるかもしれないんだけど、チケットが売り切れで入れないって言われて。なるほどな。ちょっと待ってろ。え、何するの。え、このライブハウスの支配人ボコってくるの。それはやめとけ、退学になるぞお前。しんのすけのやつ、一体何をするつもりなんだろう。穏やかに済ませてよ、穏やかに。あ、しんのすけくん、さっきの店長と何か話してる。もしかして交渉してくれてるのか。え、なんで入れねえんだ。あれは交渉っていうか、むしろ脅迫だな。やめて。理事長に見つかったら、これこそ、揉み消そうとしてくるよ。あ、帰ってきた。ほらよ、中に入れるぜ。やめといた方がいいぜ、お前、それ。今回はありがとうかもしれんけど、やめといた方がいいぜ、お前。それは。マジか!すげえ!こうやってライブハウスに彼女がいるか調べられる。そうだね。ありがとう、しんのすけくん。別にこのくらい、どうってことねえよ。どうってことねえってことやってるから。え、お前ちょっと、今、恫喝はいかんぜ、お前。褒められることをやってるわけじゃないんだぜ。今回役に立ったけどさ。てか、さっさと調べちまおうぜ。そうだね。行こう。数分後。あの子、いなかったね。ここでライブがあるって抱えていたのに。何かトラブルでもあったのかな。さっきスタッフの話を盗み聞きしたけど、本人と連絡がつかないみたいだぜ。そうなんだ。じゃあここで待ってても会うのは難しいかな。そうだろうね。ピローン。あ、これ多分いい、ルイちゃんのスカートがめくれた音ね。メッセージ、誰からだろう。え、シローからだ。シローくんから。気になるものを見つけました。今すぐ学園に来てください。気になるもの。え、っていうかシローも調査をしているの。この文章を見る限りそうだよね。シローのやつ、おいらに黙って調査をしやがってたな。まあシローくんらしいけど。とにかくシローくんは今学園にいるんだよね。早く行ってみよっか。あいつなんだかんだ言って、みんな結局つながってたんやな。あんな感じでもさ、どっか細い糸でちゃんと。あ、シロだ。待っていましたよ、信之くん。っておや、どうしてみんなまで一緒にいるんですか。よ、実は私たちも事件の調査をしていたんだ。そんな、みんな部長の僕に秘密で集まってたんですか。いや、そういうつもりじゃなかったんだけど。みんなが集まったのもさっきだよ。
そうだったんですね。シロウは一人で調査をしていたのか。はい。調査を続けることが危険なのは分かっていますが、オカード部の部長として引き下がることはできませんからね。さすが部長。それに、あれからよく考えてみたんですが、あの日僕が襲われた時に見たバッジは、犯人が僕たちを仲間割れさせるために仕掛けた罠だと思うんです。この中には犯人なんてきっといません。僕はみんなを信じようと思います。みんな結局考えることは一緒だったってことか。シロウ、クククケイスケ君、何がおかしいんですか。いや、俺たちみんな同じことを考えてたんだな。そうだね。ふふふ、これでオカルト部完全復活だね。いいですね、この青春感。ほんまやな、みんな結局つながっていたんだなって思う時が来ました。一度離れた仲間が再集結する展開、僕感動です。おい、早く調査を続けようぜ。あった、そうでした、そうでした。ねえシロ、さっき気になるものを見つけたってメッセージに。そうなんですよ、さっき夜の校舎を調査していたら気になるものを見つけまして。じゃあ今から校舎に入るのか。夜だから書き去ってるんじゃない。ふうふうふう、どうした白絵も。もしかしたらタタタタカーって出すんかな。もう回収済みなんですよ。だとさ、資料めっちゃ有能なんだけど。まあまあ、僕についてきてください。どうしたんだろう。数分後、侵入成功ですね。なになに、本当に入れた。ここの窓は鍵が壊れているんですよ。それほとんどダメなやつやん。お前ワンちゃん全部鍵閉めましたって言って学校に立ててこもとっても、謎の男が攻めてくるやん。この学園の出席セキュリティはどうなっているんだ。警備のおじさんが一人いますが、学園は人手も広いですからね。おそらく見つかることはないでしょう。本当かそれ。細かいことは気にせず、皆さん早く行きましょう。どこに連れて行くんだろう。わあ、理事長室だ。もしかしてここも開くのか。で、開くのかってパスワード分かってるんだったわ俺ら。ここは理事長室前。これを見てください。何？ん？うわ、なにこれ。うわあ、踏み絵どころの話じゃないぞお前。明らかに反理事長勢力のものじゃ。これは理事長の写真。これは理事長の写真。めちゃくちゃにされてんじゃん。これはもうドッペルゲンガの仕事なのか。おそらく集会の時の殺害予告といい、この写真といい、今回のドッペルゲンガは理事長を相当恨んでいるんでしょうね。理事長を恨むような人なんているんでしょうか。まあ、とりあえず清子さんはおるけどさ、多分清子さんじゃないんだろうな今回の事件を起こしたんは。そのことなんだけど、もう犯人は分かっているんだ。シロウは知らんかったな。そういや話、その時の話におらんかったけん。本当ですか。うん、体育館にある監視カメラに犯人が映っていたんだ。それがこの人。こんな人学園では見たことはありませんね。実は彼女有名な歌い手なんで。有名人なんですか。だけど謎が多くてな、結局どこの誰かはわからないんだけどな。ただね、わざわざこの学校に忍び込んであーってするぐらいやけんさ、この学園の関係者と関係を持っとる、もしくはこの学園の関係者そのものっていうことはさ、それで大体推理として出てくるよねって話ではある。まあ多分そういうのはどうでもいいと思うんやけど今回。そうなんですね。でも
こんな有名人、学園にいたずら、すぐわかるよね。いたらか、いたらすぐわかるよね。そうだよね、相当目立つと思うし。本当に彼女がこの学園の生徒なのか確かめられればいいんだがな。そうだね。でもどうすれば。そろそろ来るか、猫彦。ああ、猫彦じゃなくて警備のおじさんが来た。誰だ、誰がそこにいるのか。まずい、警備のおじさんです。マジか。う、嘘。そ、それでは今日の活動はここで解散です。皆さんの健闘を祈ります。僕は一人で行きます。通り抜けフープ。白右衛門一人で逃げやがった。あ、白、私たちも早く逃げないと。うん、だけこ、こら、待ちなさい。その後、俺たちはなんとか警備のおじさんから逃げ切って家に帰った。あら、まだまだ猫彦が来ないな。そうするかなって思っとったんやけどな。そして次の日。いやー皆さん、昨日はなかなかにスリリングな体験でしたね。結構ギリギリだったけどな。下手すりゃ定額とかあったかもしれんからな。あと少しで捕まるとこだったし。というか、最初から夜の学校なんて忍び込まなくてもよかったんじゃ。そういえばそうだな、めちゃくちゃにされた理事長の写真は昼では見に行けたはずだし。ギクみたいな顔するな、シロお前。そんな細かいことは置いといて、今日も調査を始めましょうか。あ、ごまかした。今日はあの子が本当にこの学園の生徒なのか確かめるんだよね。そうでしたね。どうやって確かめようか。確かめようがあるんか。その辺を尋問パートで調べていくんじゃないかなと思っとったけど、まだちょっと調査パートが続くんやな。彼女がこの学園の生徒であるか確認するっていうのはあれじゃないかな。理事長室になんか名簿があったんやけど、それはもう無理か。もう二人おるけんな。あ、そういえば確かここに在校生の資料がなかったっけ。え、でも取りに行けるか。在校生の資料。ああ、そういえばそんなのあったな。そうか、それを見ればあいつが学園の生徒なのかわかるかもしれないぜ。本当ですか。それなら早速。ちょっと待って、勝手には入らない方がいいんじゃない。怪しまれてるからな、前の件で。前の件で、どの件だ。俺とキスキは一度勝手に入って怒られてるんだよね。そうやった。大丈夫ですよ、信行くん、バレなきゃ平気です。いや、バレてるんだよ。なんかそのセリフ前にも聞いた記憶が。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ、ニャルコさんか。はい、俺ニャルコさんか、お前。えちょっとストップ、誰か中にいるよ。何か話してるみたい。親子の話か。お父さん、どうして事件のことを公表しないんですか。私たち生徒も不安になっています。黙りなさい。このことが世間に知れたらどれだけの損害が受けると思う。マスコミや報道で学園の品位が下がるのは明白だろう。でもお父さん。なんだ、私に意見する気か。いいか、お前を私の言う通りにすればいいんだ。わあ、もう俺が思った通りのお父さんでないか、これ。絶対あれやな、ふみさん。もう父親の言いなりで生徒会議長になったパターンのやつやろ、お前。この話はもう二度とするな。はい、わかりました。もう露骨にノーネームイコールふみさん説が浮上してきてるからな。もうそうとしか思えようやってきちゃった。あ、部屋から出てくるみたい。か、
隠れよう。二人とも出てきた。あ、鍵閉めてないんじゃないの。えっちまったな。なんか揉めてたね。そうですね。そんなことよりさ、早く会長の机を調べようよ。今なら生徒会室は誰もいないはずだよ。そうですね、急ぎましょう。鍵ぐらい知っていけばいいのになって思うやけどさ。確かこの引き出しの中に在校生の資料があったような。あった、これだ。以前キスケと調べた時に見つけてたんだ。早速見てみましょう。ん？おかしいな、どこにも載ってないぞ。でしょうね。え、載ってない？じゃあ彼女はうちの学園の生徒じゃないってこと？じゃないんだよな。生徒ってのは生徒としての姿とさ、ノーネームの時の姿が全然違いすぎてさ、同一人物だと思えないぐらいなんだよな。俺はそうだと思うぞ。乗っていないということはそうでしょうね。わけわかんねえな。こうなったらやっぱり直接会って話を聞くしかないかもしれませんね。え、でもどうやって？そいつが現れそうな場所に入り込むとか？それはいいアイデアだと思うけど、一体どこに張り込めばいいのかな。猫喫茶とか、猫の喫茶店とか、猫カフェとか行ってみるか。彼女が現れそうな場所か。彼女が現れそうな場所に行けってことか。まあ、あれあれ、ちょっと待って。なんでもあんたら二人おる。ちょっと。この二人の組み合わせがちょっと珍しいな。ちょっと気になるわ、お前。思ったとこおるん？あ、別に一緒におるわけじゃないんか。だいたい似たようなエリアにおるってだけで。ってことは思ったわ、物質か？おったわ、物質。何してんの？また体育館を先生が見張ってるよ。どうして先生たちはこんなに事件現場を隠そうとするんだろうな。なんかちょっとだけ鋭いな、お前。不思議だ。そうだね。疑問を持ってるだけこいつ鋭いな、なんか。あ、意外と。サオリ先輩、チェース。あ、君はこれは前と似たようなセリフかな。セリフだったわ、一緒だった。かわいいな。俺こんな、ほんまこんなショートヘア好きなんよな。オッケー。いそうな場所か。とりあえずマッチ、あ、これも気になるわ。猫好きなんか。猫と戯れ群れるためにここに来た感じ。あれは京子さん、何をしているんだろう。ふうふうふう、ここまでは計画通りね。あともう一押しだわ。え、今なんて。あら、信之くん、こんなところでどうしたの。なんかこれ露骨にミスリードヒーをミスリードに引っ張ってきそうな感じの展開やな。プレイヤーをミスリードに誘ってきようような感じがするこれ。こう露骨に見せとったら清子さんが犯人っぽく見えるでしょみたいな、そういう作者さんの意図が見えてくるわ。でも俺は見えないぞ。フミさんがノーネームだと思ってるからな。いや別に。今の発言について少し聞いてみるか。少し聞きたいことがあるんだけど。ごめんなさい、私今忙しいの。へえ、公園のど真ん中へ立ち続んでる人に忙しい人とかいるの。また今度ね。でもダメだ、これ以上話を聞いてくれなさそう。今の清子さんの発言かなり怪しかったよな。でも今回のドッペルゲンガーは緑髪な子なわけだし、怪しいけど清子さんがドッペルゲンガーなわけないよな。うん、もう完全にフミさんがドッペルゲンガーっていう固定概念にとらわれとるからな俺は。行けそうな場所ね、この辺ではないか。まあライブ会場、そういう感じの場所に行きたいな。どこだ？ここか。ライブ会場って言ったらここしかないんやけど、
他の場所になんか現れるような要素あるんかな。ヤンキー関係ないだろお前。今回はもうヤンキー関係ないだろお前。あれなんかないかな。またここで張り込む。そういえば以前ここで路上ライブが行われていたんだよな。じゃあここで待っていれば彼女が現れるかも。ん？これは前も見たな。うん、見たわ。前見た通りと全く同じ展開をもう一回見せられた感じなんだ。わからないようになってきた。ヒント見ちゃえ。うん、恨みを持っているのはいいけどさ。写真以外に理事長に関するものが他にない。銅像か。理事長に関するものって言ったら銅像がちょっとあったけどさ、まさかそれ？ちょっと見に行ってみようか。どこやったっけ銅像。銅像どこやったっけ。こっちか。ここだ。めっちゃ貼り付けてあるやん、紙。めっちゃ紙貼り付けてあるやん。呪いのお札かってぐらいです。こっちも気になるけど。何をしているんだろう。おい、ミカコ。また花壇の手入れをしてくれているのか。私、花が好きだから。あ、なんかエンジニアかと思っとったら、あ、そっちの、花育てる系の服装だったんだ、これ。そうか。って、お前、また顔も泥だけじゃないか。汚ねえな。どうしてそこまで汚れるんだよ。私、お風呂、5日に1回しか入らないから。いや、もっと入れや。女の子のせいどうかと思うよ、それは。作業に夢中になってたらいつもこうなっちゃって。ごめん。別に謝ることじゃねえや。はあ、俺も手伝ってやる。え？別にお前のためじゃない。生徒会として学園の美化に努めるのも役目だからな。さだみくん、ありがとう。俺は水を汲んでくる。汚れ仕事は任せたぞ。そうやな。優しいところあるんやな。ちょっとしたツンデレっぽいところあったな。それよりもこっちか、問題は。これもなんか気になるけど、回遊ポスターか。これはどうでもいいや。こっち。銅像にめっちゃいろいろ貼り付けられてるからな、お前。うわぁ。キヨコさんだな。新しい生徒会長にしましょう。あいつ、こういうプロジェクトを掲げとったんじゃ。なんかすごいたくさんのポスターが貼られてるね。キヨコさん、キヨコちゃんの仕事だろ。ほら、前に学園の改革をやろうって演説してたし。そうだとしても、理事長の銅像にこんなことするなんて。まあ、確かに、やりすぎだよね。そうか、理事長の銅像。彼女は理事長に恨みがあるんですよね。それなら、次に彼女が事件を起こすのは、この銅像かもしれませんよ。そうなんだろうか。そうか。理事長室前の写真もあんなにしてたし、その可能性は高いかも。あ、そう言われてみればそうか。理事長の形をしたものを全て葬り台みたいな感じなんだろうか。よし、じゃあ、早速隠れて、あの銅像を監視してみよう。出てくるかな。めっちゃ長いこと待ってるな。数時間後。多分その間にみんな多分スマホのアプリとかやってるだろうな。ウィーニングイレブンとかやってるんじゃないかな。俺たちは窓から銅像が見える位置にある教室に隠れていた。まあ、すっかり夜ですね。本当に現れるかな。まあ、そう簡単に現れたら苦労しないっしょ。あ、早速あいつが来たのか。あれ、ああ、でもそうか。でもノーネームの正体フミさんだと思ってるからな。順当な結果か、これ。俺のとっては、みんなにとってはあれどうしたんだろうやけど、俺にとってはまあ順当な結果ですよ、これは。あら、副会長も一緒か。副会長の前ではやらんだろう。でもそうなると生徒会の2人か。どうやら帰っていくみたい。こんな遅くまで残って生徒会も大変だな。そうだね。
いざ張り込みを始めたものの、結構長丁場になりそうですね。そうだな。ああ、お腹減ったし、なんか買っとけばよかったな。そうだね。あと何時間かかるかもわからないし。あれ？ん？また見間違いじゃないのか？いや、あの人だよね。来た？でもさ、タイミング的にそうやな。着替えてこっち来ましたみたいな感じだろ。本当に現れた。案外、あっさり現れましたね。あいつ、手に何か持ってるぞ。トンカチ！あれって、トンカチ？金槌とも言う。どっちでもいいや。一体何をする気だ？とにかく、逃げられる前に話しかけに行きましょう。そうだね。まさか本当に現れるかっつ。どんだけ理事長終わったわ。目が怖えよ。理事長の銅像、どっかで壊してる？やる気満々だな。おい、てめえ。一体何者なんだ？無視ですね。無視だね。なあ、おい。黙ってないで何か言ったらどうなんだよ。見つかったって顔してる。うるせえな。私の邪魔すんじゃねえよ。私が何をしようが自由だろう。お前らに私を止める権利なんてない。私はこの手で理事長の全てをぶっ壊す。フリーダムやな。自由をつかめ、カップヌードルか。なんかこの方、少し凶暴ですね。SNS と比べると全然違う。とにかく、お前は何者なんだ？なんでそこまでして理事長を恨んでんだ？なんでそんなことをあんたに教えないといけないの？正論である。そういえばそうかもしれない。なぜそれを知らない人に言わなきゃいけないかって聞かれたら、確かにその通り、聞かないでおいてあげようってなってしまうかも。でもゲームの進まないからね。聞かないとゲーム進まないからね。それは、お前はドッペルゲンガーなんだろ？ふん。あんたらに話すことなんて何もない。その時だった。猫飛行じゃないな。猫飛行かと思っとったら違うな。あはなんだこれ。煙。いきなり何なんですか。あれみんな見て。何？おらんようになっとるな。消えちゃった。用意周到すぎだろう。なんだこの煙は。お前なんだ、ボクサーのさ、登場に使う、煙か。登場シーンを盛り上げるためにこういう演出するときがあるような気がするけど。武藤秀樹。あれ、武藤秀樹ってボクサーだったっけ。本当だ。いつの間に、この煙に紛れて逃げたのか。やられたな。というか、この煙は一体どこから。良い周到すぎだろう。全部剥がしてあげ、ああこれか。こんなところに消火器が落ちている。なるほど。この煙はこれのせいだったんですね。我々の後ろから消火器を吹きかけたと。そう好きに彼女は逃げちゃいました。ちょっと待って、後ろからってことはさ、なんか確かに共犯者がおるな、これ。え、ノーネームと、もしかして清子さん。え、なんだこれ。けどさ、目の前にノーネームがおるのにさ、後ろから消火器なんか使えるかっての話やな。え、でもおかしいよ。煙が出かけた瞬間、彼女は私たちの目の前にいたよね。だよね。これなんか共犯者おるな。ああ、それなのになんで突然後ろから煙が。もしかして彼女以外の誰かがいたとか。例えばドッペルゲンガーの協力者とか。協力者？確かに協力者がいれば
もう一人が消火器の粉をまき散らして、さっきと同じ状況は再現できるけど。でも、ドッペルゲンガーに協力する人なんて。その時だった。来たか、猫彦。来たー、ようやく猫彦来たわー。待っとったわー。尋問パートがちょっとしたかったわー、お前。うん、今回はもうドッペルゲンガーイコールフミさんで決まりっていう俺の中の概念があるけん、どうにかなると思ってんだよな、尋問パート。おい、人間。この声もマスか。そう、それはまさかだぜ。時間切れだ。絶望裁判の時間です。結構長かったな、今回は時間切れまでが。そんな、今回は特にまだ謎が多いままなのに、いや結構分かってきとるぜ。もうフミさんがドッペルゲンガーって俺の中で決まっとるからな。じゃあ早速、こっちの世界に来てもらうぜ。オッケー、屋上屋上。行きまーす。